さあ今日はですね、テレビの前の方お待ちかねでドライバーですよ。本当ドライバー曲がらないじゃないですか。はい。ねえ、コツはあるんですか。もう悩まずに振り抜くこと。じゃあ実際まず打ってもらってもいいですか。はい。行きます。いやいいよ。素直な感想なんですけど、はい、手首がこうあんまりこう右にも左にもこう動いてない感覚があるんですけど、はい、それはどうですか。あ、でも私コックを使わないって言われてるので、はい、もともとちっちゃい時からそういう風に打ってきたので、そのコックの使い方がわからないだけで、わからないだけで、じゃあ手首ほとんど使わないです。そのまま上げて下ろす。うん。あとは自分自身で気をつけてること何かありますか。ためらいなく打つ。スイングってもう何秒もかからないじゃないですか、この軌道って、はい。だからもう入るまでに何もなんかモヤモヤ感をないというか、ああモヤモヤ感っていうのは例えば曲がるかなとか、あっちなんかあっちだどうしようかなとかってそういうマイナスの感情はまずないなし。でその後はリズム。リズム、はい、はい。そのリズムはどうやって作ってるんですか、自分の中で。多分足踏みも多分やってる。はい、入ってるけど。どれぐらいでやってます。1、2、3、4、5、6回。それは足踏みしてる間に頭の中の邪念を全部、はい、曲がるかなとか、はい、曲がってるやだなとか、はい、そういうの全部ここで外して、はい、アマチュアのゴルファーの方だったら、はい、どういうことに気をつければいいですか。やっぱり一番はスタンスだと、向いてる向きだと思うので、うん、このロケーションを見て合わせるんじゃなくて、うん、まあ、フェースを合わせたところから入った方がいいと思います。あ、要するにフェースとボールを合わせて、うん、でその後ちゃんとスタンスを決める。こうやって見ながらこうしたら、あ、左が嫌だなと思ったら、だん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 こう右向いて、あ、なりますね、なると思うから、はい、そうじゃなくて、まあ、もうフェース合わせ、まずクラブとフェースを合わせる、はい、合わせて見て、でそこからこうスタンスして、で細かくずっとテンポを取って、はい、いい場所を探して、そこからもう、はい、それでは一つ一つ確認していきましょう。フェイスを合わせてからスタンスを決め、その時に足踏みをして心のモヤモヤをなくします。モヤモヤがなくなったら、悩まず振り抜くのみ。もう一度復習です。はい、行きます。はい、で合わせて、ベース合わせた後スタンスを取って足を踏んで、はい、でこれ行きます。で合わせて、ベース合わせた後スタンスを取って足を踏んで、はい、でこれ行きます。スタンスを取って足を踏んで、はい、でこれ行きます。足踏みは心をリセットするための動作です。頭からマイナスのイメージを消し、悩まず振り抜きましょう。を取っていい場所を探して、はい、そっからもう、はい、それでは一つ一つ確認していきましょう。フェイスを合わせてからスタンスを決め、その時に足踏みをして心のモヤモヤをなくします。モヤモヤがなくなったら、悩まず振り抜くのみ。もう一度復習です。はい、行きます。はい、全部、はい、曲がるかなとか、はい、曲がってるやだなとか、
そういうの全部ここで外して、はい、アマチュアのゴルファーの方だったら、はい、どういうことに気をつければいいですか。やっぱり一番はスタンスだと、向いてる向きだと思うので、うん、このロケーションを見て合わせるんじゃなくて、うん、まあ、フェースを合わせたところから入った方がいいと思います。あ、要するにフェースとボールを合わせて、うん、でその後ちゃんとスタンスを決める。でこうやって見ながらこうしたら、あ、左が嫌だなと思ったら、だん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 こう右向いて、あ、なりますね、なると思うから、はい、そうじゃなくて、まあ、もうフェース合わせ、まずクラブとフェースを合わせる、はい、合わせて見て、でそこからこうスタンスして、で細かくずっと点、はい、さあ今日はですね、テレビの前の方お待ちかねで、ドライバーですよ。本当ドライバー曲がらないじゃないですか。はい、ね、コツはあるんですか。もう悩まずに振り抜くこと。じゃあ実際まず打ってもらってもいいですか。はい、いきます、いきます。いや、いいよ。スイングってもう何秒もかからないじゃないですか、この軌道って、はい、だからもう入るまでに何もなんかモヤモヤ感をないというか、モヤモヤ感っていうのは、例えば曲がるかなとか、あっちなんかあっち行ったらどうしようかなとかって、そういうマイナスの感情はまずなし、でその後はリズム、リズム、はい、はい、そのリズムはどうやって作ってるんですか、自分の中で。多分足踏みも多分やってる、はい、入ってるけど、どれぐらいでやってます。 1,2,3,4,5,6 6回ぐらい。それは足踏みしてる間に頭の中のじゃね、素直な感想なんですけど、はい、手首がこうあんまりこう右にも左にもこう動いてない感覚があるんですけど、はい、それはどうですか。あ、でも私コックを使わないって言われてるので、はい、もともとちっちゃい時からそういう風に打ってきたので、そのコックの使い方がわからないだけで、はい、わからないだけで。じゃあ手首ほとんど使わないです。そのまま上げて下ろす。うん、あとは自分自身で気をつけてること何かありますか。ためらいなく打つ、何秒もかからないじゃないですか、この軌道って、はい、だからもう入るまでに何もなんかモヤモヤ感をないというか、ああ、モヤモヤ感っていうのは、例えば曲がるかなとか、あっちなんかあっちだどうしようかなとかって、なんかそういうマイナスの感情はまずなし、でその後はリズム、リズム、はい、はい、そのリズムはどうやって作ってるんですか、自分の中で。多分足踏みも多分やってる、はい、入ってるけど、どれぐらいでやってます。1,2,3,4,5,6 6回ぐらい。それは足踏みしてる間に頭の中の邪念を全部、はい、曲がるかなとか、はい、曲がってるかなとか、はい、そういうの全部ここで外して、はい、アマチュアのゴルファーの方だったら、はい、どういうことに気をつければいいですか。やっぱり一番はスタンスだと、向いてる向きだと思うので、うん、このロケーションを見て合わせるんじゃなくて、うん、まあ、フェースを合わせたところから入った方がいいと思います。あ、要するにフェースとボールを合わせて、うん、でその後ちゃんとスタンスを決める。でこうやって見ながらこうしたら、あ、左が嫌だなと思ったら、だん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 こう右向いて、あ、なりますね、なると思うから、はい、そうじゃなくて、まあ、もうフェース合わせ、まずクラブとフェースを合わせる、はい、合わせて見て、でそこからこうスタンスして、で細かくずっとテンポを取って、はい、いい場所を探して、そこからもう、はい、でこうやって見ながらこうしたら、あ、左が嫌だなと思ったら、だん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 こう右向いて、あ、なりますね、なると思うから、はい、そうじゃなくて、まあ、もうフェース合わせ、まずクラブとフェースを合わせる、はい、合わせて見て、でそこからこうスタンスして、で細かくずっと点、はい、さあ今日はですね、テレビの前の方お待ちかねで、ドライバーですよ。本当ドライバー曲がらないじゃないですか。はい、ね、コツはあるんですか。もう悩まずに振り抜くこと。じゃあ実際まず打ってもらってもいいですか。はい、いきます、いきます。いや、いいよ。スイングってもう何秒もかからないじゃないですか、この軌道って、はい、だからもう入るまでに何もなんかモヤモヤ感を
ないというか、ああモヤモヤ感っていうのは例えば曲がるかなとか、あっちなんかあっちだどうしようかなとかってかそういうマイナスの感情はない、ね、なしない。でその後はリズム、リズム、はい、はい、そのリズムはとするための動作です。頭からマイナスのイメージを消し悩まず振り抜きましょう。音っていい場所を探して、はい、そっからもう、はい、それでは一つ一つ確認していきましょう。フェイスを合わせてからスタンスを決め、その時に足踏みをして心のモヤモヤをなくします。モヤモヤがなくなったら悩まず振り抜くのみ。もう一度復習です。はい、いきます。はい、辺を全部、はい、曲がるかなとか、はい、曲がってるかなとか、はい、そういうの全部ここで外して、はい、アマチュアのゴルファーの方だったら、はい、どういうことに気をつければいいですか。やっぱり一番はスタンスだと向いてる向きだと思うので、うん、このロケーションを見て合わせるんじゃなくて、うん、まあ、フェースを合わせたところから入った方がいいと思います。ああ、要するにフェースとボールを合わせて、うん、でその後ちゃんとスタンスを決める。 それでは一つ一つ確認していきましょう。フェースを合わせてからスタンスを決め、その時に足踏みをして心のモヤモヤをなくします。モヤモヤがなくなったら悩まず振り抜くのみ。もう一度復習です。はい、いきます。はい、で合わせてペース合わせた後スタンスを取って足を踏んで、はい、でこれいきます。で合わせてペース合わせた後スタンスを取って足を踏んで、はい、でこれいきます。スタンスを取って足を踏んで、はい、でこれいきます。足踏みは心をリセット。さあ今日はですね、テレビの前の方お待ちかねでドライバーですよ。本当ドライバー曲がらないじゃないですか。はい、ね、コツはあるんですか。もう悩まずに振り抜くこと。じゃあ実際、はい、まず打ってもらってもいいですか。はい、いきます。いやいいよ。素直な感想なんですけど、はい、手首がこうあんまりこう右にも左にもこう動いてない感覚があるんですけど、はい、それはどうですか。あ、でも私コックを使わないって言われてるので、はい、もともとちっちゃい時からそういう風に打ってきたので、うん、そのコックの使い方がわからないだけで、わからないだけで、じゃあ手首ほとんど使わないです。そのまま上げて下ろす。うん、あとは自分自身で気をつけてることは何かありますか。ためらいなく打つ。スイングってもう